どうも、こんばんは、アイネムです。今回は、東京グールリ・インボーク。2週間の占領戦終わりまして、メンテナンス明けにリ・インボークフェス始まっております。月山周ですね。V ジャンプ公式チャンネルで発表された内容とは、この月山周、かなりね、違ってきているようです。っていうか、メンテナンス明けにインボークフェスが始まるの、なかなか新鮮だったんだが、金曜日だよね、大体がね。メンテナンス明けに始まるの初めてじゃないかな。詳細の方を見ていきましょう。投稿拒否、月山周。まあね、月山が投稿拒否しても、まあ僕は、動画の投稿拒否しないぞと。投稿拒否だけにね。アビリティなんですけど、固有アビリティがブレイクバースト S、トリプル S マイナスということで 1.8 倍になります。で、体力アップ4000。スキルダメージカット S プラスで 30% カット硬いね。名属性キラートリプル S マイナスということで 1.8 倍。でアタックポイントですね、プラス3。 HP が 13,750 でかなり高いですね。攻撃力も1000超えて防御力も880と高めですね。ということでこちらのスキルなんですけど、ふざけた喜劇だレベル5、敵単体攻撃力8倍の2連ダメージ。これ、事前の V ジャンプ公式チャンネルの情報だと、これ3連ダメージだったんですね、8倍の。で、自身の体力を 30% 回復し、武器耐久値をマイナス、マイナスじゃねえわ。ダメだな、マイナスはな。4回復するということで、武器耐久値回復は確かなかった。ここに流血だったんだよね。流血を相手に付与する効果と、別に、武器耐久値をマイナス10するって久しぶりのマイナス10が来てたっていう話を、したんだと思うんだけど、まあ、かなり違った内容となっております。まあ武器耐久値マイナス10がないとどうなるかっていうとですね、こいつの固有アビリティのブレイクバーストトリプル S マイナスを発動させづらいんだよね。がっつりこの最後の方の武器耐久値 10発当てないと削れないゲージをさ一気に削りたいから、こいつでやるっていうのがなかなかめんどくさいところでは、調整しないといけないからさ、いろいろ。最近では武器耐久値がっつり削るキャラばっかりだし、まあオーバーしちゃうっていうのがあるから、なかなかね、こいつでブレイクさせるっていうのは難しいような気もする。まあ、耐久寄りの性能にはなったか、耐久寄り、でも攻撃寄りのスキルでもあるんだよな。まあでもバランス取れてるっちゃ取れてるとは思うが、この固有アビリティはんって感じですね。はい、ということで、ま、イラストはめちゃくちゃかっこいいんで、月山好きな人いっぱいいると思うんでね、ぜひとも撮っておきたい方は回しておきましょう。ちょっとね、提供割合の方見ていこうか。これ10連で、確定ではない。確定じゃん。ピックアップ SSR これステップ7までいくと確定ですね。途中は、まあ 0.3% が、これは単発 5% になってて、まあって感じだな。ああ、今回のフェス確定なんだ。確定にしたから若干あれなのかな、変えてきたのかな。まあでも、固有アビリティをブレイクバーストトリプル S マイナスにするのならば、武器耐久値を削るスキルの内容でなければならない。ならなかったと思う。これは今回言わせてもらうけど、それを入れなければならなかった。というわけで、10連引いていきたいと思います。ロゼ編、最後の月山ですね、これは。RE の方のストーリーも追加されて、ちょっと見てないんですけど、どこまで追加、多分ロゼの方までは追加されてると思うんだけど、だからといって、この10連で SSR が引けなくてもいいというわけではない。はい、飛ばします。というわけでですね、今月の1月末のインボケフェスは月山でした。まあ、来月はね、まあ、何が来るか容易に想像がつかないか。あいつしかいないだろう。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今週もイラストが届いております。どうぞ。